のマウンドです。広島東洋カープ1番は田中康介ましたのでね、まあ、新たな気持ちで投げているとは思いますけど、してほしいという話でした。はい、リポートは木下アナウンサーです。ショート源田が取りました。まずは自分のストレートがどれほどこう来ているのか、そういった意味で投げていると思いますけどね。はい、でも、はい、南郷でバッティングフィール順から対外試合を始めまして、まあ、この1、2番あるいは4番の鈴木もそうですが、ずっと固定してまずはスターターは戦っています。ライトフライ、外野も去年秋ぐらいからこう始めて、とにかくバッティングがいいというところを生かしたいと。詰まった打球でした。セカンドゴロ、あっという間に終わりました。